田大東島への空自レーダー配備計画の詳細を入手しました。今回は、この施設整備基本検討を詳しく見ていきます。浜田防衛大臣は、言葉を濁していますしたが、契約金額が違いますし、中国からの脅威からも守られます。沖縄本土では、まだ中国を尊敬しているみたい。日本は、数多くの島嶼部を領土に抱える島国だが、それらの中で、沖縄本島から、東側の海上に、およそ 360km ほど離れた距離にあるのが、北大東島であり、近隣の沖大東島とともに、沖縄県の島尻郡に含まれ、北大東村を構成している。北大東島浜伊勢がおよそ 11.94 平方キロメートル、起伏の少ない地形で、2023年6月の時点で、535人の住民数があり、その産業の中心は、サトウキビ栽培とその製陶業、そして漁業によって成り立っている。一方の沖大東島浜伊勢が、およそ 1.15 平方キロメートルと、さらに狭く、居住に適さないために、臨港石採掘場として、民間企業が所有していたが、その採掘中止後の1953年には、在日アメリカ軍用の爆撃場として使用されている。こうした状況下にあって、2021年に北大東村の議会は、2018年に防衛省が示した中期防衛力整備計画、2022年末からは、防衛力整備計画へと名称変更済みに沿って、北大東島への自衛隊の設備の設置を希望する意見書を可決した。ここで、北大東村議会は、やはり、日本の離島に多い過疎化対策の必要性を鑑みて、全会一致で、自衛隊の誘致を行う方向性を示した状態であり、北大東島の村有地を中心に、島の北東部と南部を、その候補地に挙げたものだ。先に述べた、2018年の防衛省が出した中期防衛力整備計画によれば、太平洋方面に向けた監視、警戒体制の強化が、日本の防衛上の見地から不可欠だとされており、国側と北大東島の意向が、くしくも一致した形である。この北大東島の村議会の決定を機に、防衛省側は、2023年3月より、航空自衛隊の移動式の警戒管制レーダーの配備の検討を具体化すべく、事前の現地調査を実施、候補地の測量や必要となる電気や水道インフラを確認していた。防衛省側が2018年に出した中期防衛力整備計画に沿って、北大東島への航空自衛隊の移動式の警戒管制レーダーの配備の検討を始めた理由は、中国軍による軍事的な圧力の増加が、その方面で増加していることに起因している。年度ごとに、防衛省側が発表しているデータによれば、2020年度は、中国軍機の活動は、北大東島周辺では確認されていなかったものの、東シナ海や先島諸島の南方の空域での中国軍機の活動が確認されている。さらに、翌2021年度には、沖縄本島と宮古島の間を中国軍機が飛行するケースが増加し、ついに、2022年度には、北大東島、及び沖大東島州周辺への中国軍機の活動が確認され、これには、情報収集のための機体のほか、爆撃機も含まれていた。そして、ついに、2022年12月、中国海軍の航空母艦、遼寧を中核とする艦隊が、これら日本の南西諸島の周辺海域を抜けて、西太平洋方面へと初進出を行うなど、防衛省の予想通りに、中国軍の活動は、年とともに脅威度を増してきている。日本の九州本土から南西諸島方面へと南下し、台湾からフィリピンへとつながる線は、第一列島線、日本の伊豆、および
小笠原諸島から南下し、アメリカのグアム島につながる線は、第二列島線と呼称されており、もともとは、アメリカ軍が、軍事上で引いた防衛線だった。しかし、近年は、富に、海軍力を著しく増強させている中国軍が、自国の勢力圏の拡大に向けて、これらの第一、および第二列島線への進出傾向を強めており、北大東島は、ちょうど、これら二つの列島線の中に位置し、戦略的な重要度が増している。中国海軍は、航空母艦の、遼寧や、山東を、こうした第一、および、第二列島線方面へと進出させることで、台湾有事を含めた事態の際に、それらの空海域での支配権の確立を図ることを目的としていると考えられている。すでに、2022年6月に、中国海軍は、3隻目の航空母艦である、福建を進水させており、同艦は、従来の、遼寧や、山東と異なり、アメリカ海軍の大型原子力航空母艦と同様に、カタパルトを実装することが予期されている。そうなると、福建が収容する航空戦力は、これまで以上に、各艦載機が、搭載可能な燃料や兵装の量の増加が可能となり、攻撃力という点でも、飛躍的に向上すると目されており、日本の安全保障環境は、悪化の一途をたどっている。本来内陸の大陸国である中国が、これらの航空母艦を保有、運用することに対しては、必要以上に、過大に警戒する必要はないとの見解も存在してはいるが、最近では、台湾有事の際に、これを、東側からの航空攻撃に用いる、可能性が指摘されている。台湾は、中国本土と台湾海峡を隔てて、西側で面しているが、その中央部には、高い山脈が通っているため、中国大陸側から、東側への攻撃は容易ではないとされてきたが、航空母艦を、東側の海域に展開することで、それを可能にすることが示唆されてきている。こうした体制が完成してしまえば、中国による台湾への武力侵攻は、ますます現実味を帯びてくる、可能性が高まり、ひいては、日本の南西諸島方面も、それに連動して、中国側が支配下に組み込む動きが容易となってくる。そうした展開が起こり得る証左の一つとして、最近の中国の政権は、沖縄がかつて琉球王国だった時代には、歴代の中国の王朝に朝貢してきた、従属国であったとの主張を始めており、沖縄ではなく、琉球とその地を呼び始める動きを見せている。このような現在の中国政府のロジックは、まさに、ロシアが、ウクライナに対して、自国の軍事侵攻を正当化している、理屈とそう通じるものがあり、単なる中国の、政治的な自己主張と切り捨ててしまうことは危険であろう。防衛省は、こうした状況下で、この2023年、7月20日に、北大東村において、航空自衛隊の移動式の警戒管制レーダーの配備に関しての住民への説明会を実施し、現状の日本の置かれた安全保障環境の改善への理解を求めた。ここでは、防衛省の沖縄防衛局に所属する担当者から、北大東寺、魔の北東部、及び南部のおよそ8ヘクタールの村有地に、自衛隊員用の隊舎や弾薬庫を設置し、移動式の警戒管制レーダーを配備することが説明された。その席では、北大東寺、魔のサトウキビ栽培に従事する住民の中から、自衛隊用の用地が整備された場合には、塩害による作物への被害への懸念の声も出されたが、北大東村長の宮城氏は、その対策を施す点は変わらないと、改めて述べた。もともと、北大東村では、全会一致で、
航空自衛隊の移動式の警戒管制レーダーの配備を可決した経緯を経てきたことから、この決定が今後覆ることは政治的にも考えにくいと思われるが、その時点での付帯の利点についてはトーンダウンもある。これは当時は北大東寺間に航空自衛隊の移動式の警戒管制レーダーの配備を行えば、災害等の発生に際して迅速な対応と、住民に発生した急病患者等を当該の必要な施設に短時間で搬送可能となると訴求していた点である。こうしたケースに対応するためには北大東寺間に駐留する航空自衛隊側にそれを可能とする航空機等の常備が必要になるが、現時点ではそうした装備の完備は困難で、反対派からの批判の材料にされている側面も否定できない。ちなみに航空自衛隊では日本全国に28カ所の固定式レーダーサイトを完備した拠点を置いているが、これらが何らかの事態で使用不可能に陥った場合を想定して E2C、D 早期警戒機、E767 早期警戒管制機等の航空機も運用している。これらに航空機に加えて、地上の車両によって運用される JTPS-102A と呼称されている移動式の3次元レーダーも保有しており、今回、北大東寺間への配備が検討されているのは、このタイプの装備のことだと思われる。この JTPS-102A は、円筒形のアクティブフェーズドアレイ方式のレーダーと、監視処理、データ中継、統制制御、そして発電装置を車両に搭載したもので、日本電気車が製造を担い、全国の5拠点に配備されている。